非常に強い台風21号は本日お昼の12時現在、父島の南約550キロメートルにあり、毎時25キロメートルの速さで北北西へ進んでいます。中心気圧は935ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は50メートルです。台風は明日の朝から昼過ぎにかけて小笠原諸島に非常に接近し、暴風域に長時間入る見込みです。暴風、大雨、高波に厳重に警戒してください。家屋、施設の十分な養生をお願いいたします。接近中は外出を避け、早めの避難を心がけてください。また、不要に海岸に近づくことのないようにお願いいたします。なお、本日午後5時から避難所を開設します。避難所は、父島は奥村交流センターおよび小笠原高校武道場、母島は母島支所となります。なお、避難所の室内にはペットの持ち込みはできませんので、ペットとともに避難される方は